君の脳に直接届くプライムです。さあ、長野県前回ねクリアしました。すごい気持ち悪い話でした。次、どこがいいかな。富山県に行こうか。じゃあ富山県、俺の友達が住んでるね。行ったことはないんだけども、肝試し。あー、これいるか。お、みんないるね。すごい生存者必要だったけど、なんとかなりそうです。倉崎亮太。まったく、なんでこんなボロ寺なんだよ。せっかくの夏休みが台無しだよな。重沢翔平名前いかついけどすぐ子供だね。しょうがないじゃん。いつもの林間学校の場所建て直すんだってさ。じゃあ来年は新しいところへ行くんだ。だから今年だけの我慢だよ。でも林間学校って俺小5の時に1回しかなかったけど、その毎年行ってるんだ。この子たちはいいな。でもボロ寺だから今夜の肝試しは迫力あんな。絶対りょうた怖くないのか、肝試し。怖いことあるもんか、バカたれ。ギャッギャッ。岡沢弥生。キャハハ、りょうた弱虫。こんなんで驚いてやんの。何すんだ岡沢。りょうた知ってる、この辺にね、本物の幽霊が出る心霊スポットがあるんだって。本物の幽霊？そうよ。つつらかな？つつらトンネルって言って、昔そこを工事していた人の怨念が、今も自爆霊として残っているんだって。ふん。なんで工事したぐらいで怨念になるんだよ。あんた何も知らないのね。バカじゃないの？あんたバカ？昔のトンネル工事はね、今みたいに機械とかもないから、事故とかで工事中にいっぱい人が死んじゃったんだって。だからそんなトンネルとかは浮かばれない怖い霊がいっぱいいて、通った人を地獄に引きずり込むのよ。うわ、マジかよ。じゃあその筒浦トンネルっていうのも、そうやっていっぱい人が死んだんだな。それは知らないけど。うわ、岡沢は、おめえの方がよっぽど知らねえじゃん、この知ったかぶり女。何よ、あんたよりよっぽど頭いいわよ。あんたいつも0点じゃない。私100点よ。みんなご飯だぞ。ご飯食べ終わったらお待ちかねの肝試しやるからな。りょうた、肝試しで泣くんじゃないわよ。おしっこ漏らしても知らないからね。うるせえ、このバカ女。あはは、あはは、あはは。じゃあねえよ、バカさん。バカ、アホ、まぬけ、ドジ。畜生、あいつ本当にムカつくよな。りょうた、本当に岡沢と仲悪いな。なんかあんの？元カノ？知らねえよ。いつも岡沢が絡んでくるんだよ。もしかして岡沢、りょうたのこと好きだったりして。バカ言うな、かっちゃん。飯食い行くぞ。喋り方のせいか、この文章のせいかわかんないけど、すごい男前だな、飯食いに行くぞって。飯食い行くぞ。おう。小学生らしからぬ名前と喋り方。まったく、りょうたはしょうがないな。でも俺とりょうたは親友だ。生まれてから10年間、ずっと隣同士で兄弟みたいに育ったんだ。今俺たちは小学校の林間学校で、富山県の氷見かな？わかんない。というところに来ている。出雲の場所を建て直すとかで、今年は急遽お寺に泊まることになった。3泊4日の林間学校も今日で最終日だ。そして最終日には毎年恒例の肝試し大会がある。本物のお寺を歩くとかで、みんなはギャーギャー騒いでるけれど、俺、実はあんまり行きたくないんだよな。りょうたには内緒だけど、俺お化け大嫌いなんだ。肝試し。ここまで約5分プロローグでした。
それにしてもまずい飯だ、ん？ああ、それにしてもまずい飯だったな。明日でおさらばかと思うとほっとするぜ。りょうたは4杯もおかわりしてたじゃん。さあ、みんな静かに。これからご住職の萩中大善さんに本当にあった怖い話をしてもらいます。そうしてその後は林間学校の最後を飾る肝試しだ。イエーイ。それではご住職お願いします。皆さんどうですか？林間学校は楽しかったですか？私もね、若い皆さんと一緒に過ごすことでなんだかものすごく元気になった気がします。でもね、どんなに元気になってもあのことを思い出すと急に元気がなくなってしまうんです。あのこととは、これはこのお寺の近くにあるつつらトンネルで本当にあったお話です。今喋り方急に変えたから、あのこととはって言ったのが急に違う人みたいな感じになっちゃったな。誰だお前って。おいガチャン、つつらトンネルだってよ。さっき岡沢が言ってたとこだろ。マジやだな、勘弁してほしいな。あれ、岡沢どこ行った？知らないよ、女子と一緒だろ。それでは皆さんよろしいですか？うわマジやばいよ、聞きたくないな。耳をさく我慢、そこは聞いた方がいいんじゃない？やっぱなんかヒントがね、わかんない。この後の肝試しのこうなんか対処法とかも言ってくれるかもしんないし、こんな話ぐらいで怖がっていたらこの後の肝試しなんていけないよ。ここは我慢して聞かなきゃ。りょうたに俺がお化け怖いってことを知れたら後で何言われるかわかんないしな。でもどうか怖くありませんように。りょうたにってことは、これ喋ってんのはカッペイの方、カッペイだっけ、小吉忘れちゃった。あれなんかあれなんか話変わった。頭側、図側トンネルかな。図側トンネル。このお寺の近くに、あ、喋ってくれるようになった。つつらトンネルというのがあります。つつらトンネルには新つつらトンネルと旧つつらトンネルとがあります。どちらも高岡市と氷見市をつなぐとても大事なトンネルです、うん、読み方氷見で合ってた。でも旧つつらトンネルにはある怖い噂がありました。そのトンネルで起きた怖い噂をするとき、みんなは旧つつらトンネルのことを図川トンネルと呼びました。なるほど。その頃はすでに新つつらトンネルがありましたから、新しいトンネルと区別するためにも旧つつらトンネルは図川にあることもあり、図川トンネルと呼んだのです。なるほどね。この住職さんの首元のこのたるみが気になるな、ちょっと。さて、その怖い噂ですが、このトンネルを通るとよく人が行方不明になるというものです。そういうとこ行ったことないけどマジで怖いんだろうな。行方不明になった人々は数日後死体として見つかったり、頭が変になって見つかりました、彼らが何を見たのか分かりませんが、死んだ人の顔は世にも恐ろしいものを見たという驚きの形相をしていました。いや、リングのあれみたいなね。そしていつしか図川トンネルには昔自殺した女の霊が現れて、トンネルを通る人間を死後の世界に誘っていると言われるようになりました。事実、20年ほど前にあのトンネルの入り口で首を吊って死んだ女性がいたのです。そんな紐を釣れるような場所ある？トンネルに入り口だから何かあったのかな。おそらくはその女性の自爆霊が
トンネルをさまよっているのだろうと、みんなは口々に噂しました。うん。まあ、山道のトンネルですから、歩いて通る人はほとんどいません。みんな、車でトンネルを通り抜けます。まあ、確かにな、歩いて通るとか本当怖すぎるよ。トンネルは、車がやっと1台通り抜けられるほどの大きさですから、スピードも出せません。この時、絶対に窓を開けてはいけません。なんで？いや、怖い。ああ、なんか、え？ああ！怖っ。てか窓、今全開だったけど、ちょっとだけ開けたらその隙間に指だけこう来るのかな。トンネルを通った時に、窓の外からガッと女の腕が伸びてきて、車に乗っている人間を力いっぱい外に引きずり出してしまうのです。怖っ。それがあまりに一瞬の出来事なので、一緒に車に乗っている人もほとんど気づかず、突然いなくなった同乗者に気づいた時はもう後の祭りというわけです。本当に？もし窓を閉めているとコンコン外から窓を叩く音がします。でも絶対に窓を開けてはいけません。でも歩いて絶対通れないじゃん、そんなトンネル。開けたが最後、ぐわっと手が伸びてきて、その人はそのまま車の外に引きずり出されてしまうのです。めちゃめちゃ怖いな。これは2年ほど前のことでした。ちょうど皆さんと同じように、ある小学校の生徒さんに私はこの話をしました。でもある男の子はこの話を信じないで、一人で夜中にお寺を抜け出すと頭川トンネルに肝試しに行ってしまったのです。よくないよ。暗いトンネルを少年は一本の懐中電灯を持って探検しました。すごい勇気じゃない？この頃少年、まあ今でも怖いけどさ、少年の頃にこんなとこ行けないよな。トンネルを中ほどまで進んだ時でした。彼は車にも乗っていないのに、コンコンという窓ガラスを叩くような音がどこからともなく聞こえてきたのです。彼はびっくりして辺りを見回しました。しかし周りには誰もいません。少年はそれ以上トンネルを進むのが怖くなり、今来た道を戻ることにしました。その時でした。何？いやマジ無理でしょこんなの。今まで何もいなかったのに、トンネルの奥の方に青白い顔、いやこんなんもしかもなトンネルの中頃でしょ。そして少年を見つけるとその女はものすごい勢いで走り出したのです。怖っ。ターミネーター。いやーやだー。もう彼は無我夢中で走って逃げました。頑張れ。もうそれからはどこをどうやって逃げたのかは覚えていません。よく逃げ切れたな。このお寺の前に戻ってきていました。うん、よかった、助かった。少年は本当に、いやよく戻ってこれたよな。ガサ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 、うん、風の音じゃない、あっちの草むらで何か音がしています。すると草むらをかき分けて、あの女がぬっと姿を現したのです。実体持ってるんだ。女は諦めていませんでした。執念深い女だな。おいでと手招きしながらゆっくりとこちらに近づいてきます。
怖い怖い。彼は境内に上がり、みんなの寝ている部屋に逃げ込みました。ああ、そして自分の布団を頭からかぶって隠れたのです。怖くて怖くて、彼は布団の中でガタガタ震えていました。助けてくれ、もうトンネルになんか行ったりしないから。彼は心の中で叫びました。しかし女はゆっくりと近づいてきました。ミシミシ、彼が寝ている部屋に続く廊下をゆっくりと足音が近づいてきます。ギシギシ、次第に足音は大きくなってきます。カタカタ、ついに少年の寝ている部屋の襖が開けられました。いや、こういう時に限って他の子たち一切起きないんだよな。ひたひたひた、女の足音が部屋の中を歩き回り、どうやら彼の寝ている布団を探しているようでした。さり、布団をめくる音が聞こえてくる。さり、他の子たち起きないの？ここにはいない。ひた、みんなの寝ている布団が一枚ずつ剥がされていきます。誰も起きないの？そしてその中に寝ている子供を女はじっくりと確かめます。女は丹念に布団を調べていきます。ここにはいない。ひたひた、ここだ。うん、うわー、そして次の日、布団の中で死んでしまったんかい。少年の死体が発見されました。ショック死だろうね。その時、その少年の部屋がこの部屋なんです。いや、こわ。終わる？終わんない。